こんにちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。今回は2021年10月の月間展示会をされた石川美穂子さんのオープニングイベントの様子となります。石川さんの絵を紹介しながらの早川教授さんのライブでした。それでは早川さんのトーク&ライブの様子をご覧ください。浅草のですね、東洋館というところを中心にバイオリンを使ったネタをやっている芸人でございます。早川教授、よろしくお願いいたします。なんか教授っていうとね、偉そうなんですけど、実はこういう人ね、全然偉そうなんでしょ、むしろマヌケでございますのでね、はい、ぜひ今日は石川さんね、絵のご紹介ということで、読んでいただいたんですけども、今日は真面目なクラシックは1個ぐらいあるかなネタとしてやらせていただきます。よろしくお願いします。がっかりしないでくださいね、はい、ということで今日は石川さんの作品をご紹介しながらちょっとね、それぞれ作品が11人ご紹介、ね、したいと思います。で今日ですね、さっきちょっとクイズというふうにご紹介いただきましたけど、作曲家ね、今こうご覧になりました皆さんね、11人いますけども、まあ名前はね、いろいろこの日本では有名な方ばっかりなんですが、実はファーストネームはあんまり知られてないんじゃないかと思うんですよ。でね、早川教授って早川の方だけ知られてない、教授は知られてないっていうね、そういうことなんで、今日は皆さんにぜひですね、それをまあ覚えてというかですね、知っていただきたいと思います。それでですね、11人の作曲をご紹介します。今日はクイズ形式、実はなんか景品があるんですよね。ぜひ皆さん積極的に参加していただいて、優勝した方には賞品がありますので、よろしくお願いいたします。はい、ここに挙げました、これファーストネームですね。さあ、この中から選んでいく、例えば一人目ですね、作曲家のちょっと読まない、ちょっとちっちゃいですね、はい、アントニオ、セルゲイ、フレデリック、ドミトリー、モーリス、リシャルト、ヨハン、ボルフガング、グスタフ、エリック、フランツ、ルートヴィヒ、ピョートル、クロード、フランツ、ロベルト。さあ、この中から登場する作曲家、登場しない作曲家、両方いきますからね。はい、まずそれでは最初です。早めの待ちですよ。ショパン、ショパンのファーストテーマはどうでしょう。さあ、アントニオ。アントニオ、ブー、アッパン。ショパン、ショパン、何でしょうか。はい、どうぞ、いいんですよ、どんどん言ったもん勝ちですからね。正解でも。フレデリックでございました。はい、正解を答えしてるのはフレデリック・フランソワ・ショパンというらしいんですけどね、私よく知りませんでした。フレデリック・ショパンでございます。それでは、ショパンの作品どうですか。ショパンはですね、はい、2枚、ショパン好きなんで、こちらとこちら、ショパン2枚、2枚、そこにも右、左から2番目も下の左から2番目、ここが、ここが、何枚ですか。やっぱりショパン好きなんだよ。ショパン3枚、ショパン好きな方も多いので、ショパン、ね、じゃあ、私がそのフレデリック・ショパンに、敬意を称しましてですね、日本人向けのショパンをお送りしたいと思います。お送りしますのはピアノ協奏曲第1番第1楽章、前に
はい、さあ2人目です、ね、日本人大好きなチャイコフスキー、はい、チャイコフスキーのファーストメンバーなんでしょうか、印象あ、見えないですね、あはははもっと前出しますね、間違えてみたらいいですよ、はい、当てることはい、どうぞ。正解です。で、いかにもロシアって名前ですね、京都、ピョートル・イリッチ・チャイコフスキーという名前でございますけどね。それではチャイコフスキーどうですか、ちょっとおでこの広い、おでこ広いですね、はい、それでは、チャイコフスキーのいろんなね、有名な曲、日本人大好きですので、いろんな有名な曲があるんですけども、その中からですね、じゃあ真面目な曲も一曲聞きますか、真面目な曲、じゃあぜひじゃあ最後にですね、ドビッシーとラベルを合わせた、メドレーが聞かれましたので、それでは甘いの神の乙女の泣きを歌ったことばばあです。
早川さんからは石川さんの絵に描かれた有名な作曲家のファーストネーム当てクイズ、そして楽曲をアレンジしたり勝手に歌詞をつけて歌ったり、さらにバイオリン演奏をされたりと楽しいライブとなりました。早川教授さんと石川美穂子さんの詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ここ土屋グループ銀座ショールームでは様々なセミナーやイベントを開催しておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルではございますが、倉田亜美でございますでは私のプライベート動画も配信しておりますので、こちらもぜひ概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。